こんにちは、ジャズドラマーの黒田です。今日はブラシについて、レクチャーしていきたいと思います。まずブラシの基礎ですね、こういうブラシっていうのはこういうふうに入ってますね。で、ここから引き出して、で、これ全部僕引き出しますけど、ちょっとこう手前で止めときたい人は、ここにこういうふうにちょっと筋があるので、これちょっと折ったりして、ここの筋とかをこう合わせて、で、こうやって止めておくと、ちょっとこういうあんまりバサバサしてない感じ、しっかりバサ、僕は結構きっちり開けるんですけど、まあきっちり開いた方が音は大きくなりますね。で、ちっちゃくした方が音はまとまりやすくなります。まああのっていう音と、これだと音が細くなる感じですね。なので僕はがっちりこう入れますね。で、ブラシは僕はあのエド・シグベンさんに直接3回ぐらいレッスン受けましたけど、まあ、彼がその音の4種類、ティック、ティック、ティック、タク、タク、タク、これは普通に、このティック、タクっていうのは基本的にはローポジションとハイポジションの普通のアクセント移動と一緒です。で、ブラシの難しいとこは、そのままこうやってヒットしてしまうと音があんまりだらしない感じになってるんです。音はこうドを鳴らそうと思うと、ブラシをこうやって揺るするでしょ。揺すった時にここ最後しなるじゃないですか。しなったところの頭が、だからブラシはこっちの持ち方をしてると、ここで止めなきゃいけないんで、そうするとここに必ず豆ができますね。だから僕こっちも使うんで、全然こっち持ちじゃなくて、そのレギュラーじゃなくてマッチドでも全然平気ですね。僕はもうあのこっちはもうレギュラーで慣れちゃってるので、レギュラーで進めていきますが、マッチドでやってもらってもやり方は一緒です、ね、で、基本な動き、このティックタックは基本的にはこうティックでもこう先がしなった状態が当たってる。これでだから、シンコペーションブックとかをしっかりできると指で弾けるので、まあ、ゴーストのことなんかを説明した時と一緒で、結局ちゃんと弾いて音が出るので、音がはっきりしてすごくこう正確になります。これがなんかこれはだらしない感じになってしまうので、ここはちょっと難しいですが、頑張って練習してみてください。そしてティックタックが普通のスティッキングと一緒なのに対して、スティックではあんまりないこうフラットサウンドになります。これここをダメに押し付けるみたいなイメージ、これアクセントの音の時にこのストロークを使います。そして、あとはもう一個は、スイッシュ、こするってことですね。こする時はストロークを長くすれば音はこうアクセントつくし、短くすればこういうふうに使い分けましょうというふうにエド・シグペン先生は言ってましたが、まあこう大きく、要はブラシもこうバラードなんかで大きくこすってる時と、バラードでもちっちゃくこすると優しい感じになるし、同じ時間で距離が長くなればなるほどやっぱりこう音は大きくなってゴワゴワする。で、もっとソフトにしたければ、それをストロークの距離を短くすればいいっていう考え方ですね。で、いわゆるリズムパターンですね。これはもうティックタクティティックタクティティ、シンバルレガートをティックタクティティックタクティティってやるだけです、ね、ライドでやってる時と一緒です。ティックタクティティタクティティタクティティ、これをね、残響音がないので左手でこすってあげられるんです。で、これは円を描くタイプの人、ね、と直線の人がいます。で、まあ通常は直線が多いですね。で、直線はちょっと難しいのは、一回音が途切れるんですよ。で、よくなってるの、皆さんがこうなってるのは、この、これだとこっちの音がスシャースシャースシャーって一個ずれた感じがする。こう音が出始めるのはここの地点じゃなくてこの辺なんですね。
だからここからこう行く途中のワンの時にはもうブラシがここにいなきゃいけない。でここでやるとブラシがここぶつかっちゃうじゃないですか。だからオープンクロス、オープンクロスといきます。オープンクロス、オープンクロス。で左手をこう回すタイプの人はこれは、時計回りと反時計回りがありますが、このアゲインストって言ってこの逆目になるとこうこっちに逆目になるのが、時計回りだとここで逆目になるので表拍にアクセントがあるんですね。だから2ビートの時に僕は使います。タタタラタこうシュッ、うんうんうん、っていうリズムが出るじゃないですか。で4ビートになったらこれ逆にしてあげると要は、カウンタークロックワイズ、要は反時計回り24で押す感じが出るでしょ。だからこれをこうその曲のところでちゃんと使い分けをするっていう風にしていけばいいかな。でフラットの時は僕は真横です。ヨシグペン先生はこうだったので、で左手は、まあ、こっちの時は手のひらが上に向くタイプの人もいますが、ヨシグペン先生はこうこっちのがいいよ。なんでかっていうとこのちょっとしたこの動きをこの指でできるので、これはこっちだとねここで動かしてるイメージになるんですよ。だからすごくちょっと不器用な感じになるんで、まあこれだともうまさにここでコントロールするのでやりやすいと思います。なのでレギュラーの人はこれだとわざとアクセントの時にこうちゃんと親指をかけ直さなきゃいけないんで、ちょっと慣れが必要なんですけど、ただまあ慣れてきてしまえば全然問題ないかなと思います。なので、まあ、マッチドで練習するのか、最初は僕も面倒くさかったんで、最初はもうデビューの頃はもうマッチドでずっとやってました。で練習はずっとレギュラーでやってて、まあこちらはどちらでも皆さんのやりやすい方でやっていただければいいかなと思います。ね、でだから、これはクロスオープンクロスオープンの人はあんまりいないんですね。オープンクロスオープンクロスの人がほとんどですね。これがブラシの基本パターンです。タンタタタンタ、イメージ的にはスティックをこのウォークザドッグウォークザドッグ、こういう波で持ってくる感じ。ウォークザドッグウォークザドッグウォークザドッグっていう風に持っていくとという風に、スティッキングしやすいかなと思います。で頭の部分はクラッシュしたりとかしますし、例えばまあ左足のスプラッシュ奏法でとか、もうバスドラだけ、わざわざシンバル鳴らさないってことも多いんですが、頭クラッシュした際はこうでしょ。そしたらハイハットと同時にクロスで戻らなきゃいけないんです。でこのクラッシュに行くまでのフィルインがタタンっていう、これはフラットでやるとしたら1 2 3 4 2 2 1 2 3 4 2 2 1、このここはもう左右でクロスしなくてもいいと思います。でクラッシュしたらクロスで返す。といった感じの、が基本のリズムになります。なのでブラシはウォークザドークウォークザドークはオープンクロスオープンクロスオープンクロスで取ってもらって、で頭クラッシュしたらクロスでハイハットと一緒に返してフラットでフィルインをしたらブラシ、これが、キープできると、まあ
最初のリズムの骨格、音楽の骨格は作れるので、このクラッシュしてフィルインしてリズムパターンをキープできるっていうところをぜひ練習してください。とりあえず最初の1段目は以上でございました。ありがとうございました。